幸せ列車に乗りたいな、行き先は夢自由の国、幸せ列車に乗るんです、チケット持ってアドナエテよ、会いたい。皆さんこんばんは、ビゴラー、ビゴラー、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、いつもと違う感じですよね、雰囲気がね。すっごい狭い部屋、狭いって言ったら失礼なんですけど、とっても2畳ぐらいのね、狭いですね、ところで放送しております。はい、今日は大宮からですね、放送してるんですけども、素晴らしいゲスト今回もお招きしております。お願いします。はい、教育業務改善アドバイザーというね、お仕事されてる、珍しい、とても珍しいですよね。はい、多分、国内には他にいないかもしれません、ね。唯一呼んじゃいましたよ、藤井秀和さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、すごくね、興味深いお仕事というか肩書きなので、いろいろ聞きたいことがあるんですけれども、はい、皆さんも多分質問がいっぱいあると思うので、たくさん ね教育に関することっていっぱいありますもんね。ありすぎますね。いいことも悪いことも、はい、いろいろあるかもしれませんが、たくさん聞いていきたいなと思います。じゃあまず、こういうお仕事をされるにあたって、はい、多分昔にというか過去にこういう経緯があって今こういうふうになってますよっていうのがあると思うんですけど、はい、軽く聞いてもいいですか。はい、そうですね、僕は平成3年から20年と9ヶ月私立高校で教師をしてまして、20年9ヶ月ですね。はい、普通は3月で辞めるんですけど、僕は12月の末に退職をしまして、でそれから、就職も考えたんですけれども、いろいろこう考えと噛み合わない部分が多くてですね。その就職考えたっていうのは、はい、どこでの就職を考えた。はい、学校ではないところで学校にいろいろサポートができる仕事はないかと、そういうものを探して就職活動してました。はい、が半年ぐらいなかなかできなくてですね、7、8年前からずっと頭の中にあった、自分で事務所を作って学校のサポートをやってみようかなということで、半分気分で思い切ってやってしまいました。素晴らしいですね。だからなんか思いがすごくあるっていうことですよね。はい、その、もうあるものには染められないよぐらい濃い、そうですね、心情っていうか、そういうのがあって、はい、もう自分でやるしかないなっていう感じ。はい、じゃあその中身いろいろあると思うんですけど、もう一番これが例えば譲れないとか、そういうのってあるんですか。そうですね、の教育機関って、お客様意識が全くないんですね。必要ないって言えば必要ないんですけれども、ただそれがあればもっとスムーズに仕事が動くとか、あと昨今話題になってるモンスターペアレント、あ、聞きたいその話。発生させずに済むはずなのに、わざわざ簡単なクレームをモンスターに変えてしまうっていうケースが多いので、それはなんとなくこうメディアの情報ですと、モンスターペアレントが悪いんだみたいな風に、そうなりやすいですね、なってしまっているけれども、実は学校の方にもちょっとやっぱり改善するべきところがあるんじゃないかということですよね。やっぱり時代がこれだけ変わってきてるのに、まだまだ学校のやり方って戦後の高度成長期からあまり変わってないっていう感じですよね。そんな気はしますね。私も脳科学やっていて、黒猫本とかね、魔法本とかね書いてるんですけども、やっぱりその教育をもちろんみんな受けるんですけど、こうしてくれといたらみんな楽しくこうできたのにとか、私自身がですね、もう上がり症にならなくて済んだんじゃないかなとか、いろんな改善点があって。ぜひコラボしたいというか、いろいろねお話を聞いて、お役に立てることがあればいいなみたいなこともね思ったりしたんですけど、そうですよね、学校の形、それが私が興味を持ったのは、学校が
こう営業力を必要とするというか、はい、マーケティングを必要としてるんだっていうお話があって、はい、学校が、まあ、お客様っていうふうな、ね、話もあったんですけど、はい、そういうのをこう必要としているっていう感覚がやっぱり受ける側、お客さん側もまだないですよね、うん、と思いますね。はい、そういう意味でも先を行かれてる藤井さんだと思うんですけど、うん、それがどういうふうに改善されたら、まあ、理想の形っていうのは、はい、もうイメージとしてあるんですか？そうですね、うん、やっぱりあのちゃんとお客様との関連性を考えると、うん、やっぱりどうしても3年で、まあ、卒業して入れ替わってしまうっていう現実があるので、うん、3年というと先生が、いえ生徒が入学してから、生徒が、はい、先生もいろいろ入れ替わりますよね。そうですね、うん、公立の学校さんですとある程度の年数で教員が入れ替わっていくということもあります、まあ、私立はあまり動きはないと思うんですけれども、うん、で実際にそのお客さん自体が3年間で卒業して出てってしまうとか、はい、うん、まあ、先生が入れ替わってしまうということがあるので、うん、CRM っていうんですかね、うん、こうお客様との関連性を強めていくっていうのが非常にやりにくいんですね、うん、データだけは残ってるんだけれども、うん、それをこう一人一人のことをちゃんと覚えてて、はい、この子はこうだったとか、うん、まあ、この子は今こうしてるとか、うん、それをこう継承しにくい環境っていうんでしょうか。うん、じゃあ藤井さんの中では、まあ、卒業生といいますか在校生といいますか、はい、その一人一人お客様がどういうふうに今なっているかっていうのをずっと追う必要が学校があると思っていらっしゃるということ、はい、その通りです。なんか3年で終わりっていうような、ね、はい、イメージがとても強いのに、はい、それを必要とする理由っていうのは、はい、あの、うん、基本的に学校の場合は、うん、ほとんど宣伝効果ってあんまり出ないんですよね。宣伝効果、はい、宣伝してる学校ってなんか大学ってイメージがそうですね、ありますね、うんうん、あとは駅の看板で高等学校とか中学校が、うん、まあ、私立の学校さんが宣伝してるぐらいですよね、うん、でみんな高校受験案内、中学受験案内ってあの分厚い本を買って見比べて受験校を決めると、うん、あ、そっか、はい、まあ、学力のレベルによって受けられる学校決まってきますので。あ、なんか思い出しました、はい、私あの受験頑張った記憶がほぼないんですけど、はい、なんか分厚い本を見て私はここが受けられるそうだみたいな感じで決めた、そうです、覚えがありますね、はい、あとは内申点で決まるとかですね。懐かしい、なんか、はい、でもそれってなんかあんまりいいことじゃなさそうな気がしますね、はい、すごくいいことじゃないと思います ね今、はい、こういくつかこうビジネスをやってみて思うと、はい、確かに変ですね、はい、うーん、あの学力レベルだけで振り分けられてしまうケースも中にはありますので、うーん、まあ、本来はそうじゃなくてね、うん、こう学校の持ってる特色と そうですよね、その子の持ってる能力とか夢とか、まあ、将来の希望ですよね、うん、こういうものと合致してるかどうかを見て決めるのが本当は一番いいわけですよね。確かにその感覚は全然なかったですね、はい、うん、で、まあ、学生だからって言ってこう形をねもう、言い過ぎてはいけないと思うんですけど、そういうことがまずはされているというか提供されるっていうことが分からないので、それが当たり前として、はい、そうですね、本から選ぶしかないっていう感じになってしまいやすいと思うんですけど、はい、確かにお客様、会社みたいな感じで普通に考えればもっと特色を出していいし、はい、先生の、まあ、例えば予備校みたいな、ええ、うん、売りをバンバン出す学校とかがあっても変じゃないですよね、はい、うん、あるんですけど非常に少ないですね。まあ、そもそも提供するものが品物じゃない、うん、ちょっと大げさな言い方するとサービス業に近いものがあるのかなと思うんですね、はい、でその場にいる先生方によって提供できるものっていうのは当然ある程度限定されてきますので、その先生方の能力の掛け算でしか提供物ができないっていう現実もあるわけですね、はい、そうなると、まあ、会社と学校学校をまあ見比べるというか、それが同じだと思うと、はい、校長先生はやっぱ社長なんですか？微妙なところですね。あの微妙。そうなんですよ。そこが微妙なんですね。そこが微妙。ここ突っ込んで聞いていいのかなみたいな。ちょっとじゃあブレイクで皆さんのツイート読んでみたいと思います。ありがとうございます。ねえ、ちょっと教育に関していろいろ本当に聞きたいことがあるので。はい、
ね、ぜひ皆さんも、質問たくさんお寄せください。丸山さんありがとうございます。いつもねご飯作りながら聞いてくださってる方、はい、見てくださってる丸山さんです。いーちゃんありがとうございます。藤井さん前回は大変お世話になりました、はい、と、ね、この間ねどなた、はい、ね、飯田さんです。飯田さん、ね、ありがとうございます。こちらこそお世話になりました。ゆたいさん最近テレビでお見かけする時が多いよなと。何の話かな。藤井さんかな。いや僕モンスターペアレントのことかな。はい、丸山さん教育者退職金をめぐり全国で教職警察官その他1500人が希望退職。どうなんですか。希望退職。希望退職、はい、そういうのがあるんですね、うん、ありますけど、うん、希望退職っていう形を取らざるを得ない、うん、そういう地域もあると思いますね。へ、はい、ただ、うん、今退職してその後どうするかっていうことを考えると、うん、なかなかその勇気が持てる方はほとんどいらっしゃらないと思いますね。そっか、一回何か外でビジネスをやったりとか、はい、どこかにお勤めだったりして、まあ、教育者になる方と、はい、もうストレートになってる方がいらっしゃると思うんですよね、はい、そういう意味ではストレートに学校の世界に入った方っていうのは、はい、希望退職っていうのがなんかできにくいような雰囲気を感じるんですけど。難しいですね。僕自身がそうなんですけど、うん、中学1年生で教師になろうと思って、あすごい、うん、はい、でちょうど10年目に教師になったんですね。で大学でも、うん、就職の説明会とか指導会に出なさいって散々怒られたんですけど、うん、僕は教職一本なんでって言い張って絶対出なかったんです。それを選ばれたっていうかその道に行きたくなった理由とかあるんですか。はい、うんうん、まあ、中学校は越境入学をして、僕はスカイツリーのある墨田区の人間なんですけど、はい、うん、まあ、その時はちょっと地元の学校がですね、うん、こう赤の髪とか緑の髪とか黄色の髪とかこういろんな人種がいたんですよね。あ、そういう地域なんですか。すごい荒れてたんですよ。墨田区の中でも多分一番悪かったんじゃないかと思うんですね。藤井さん自身はどうだったんですか。何色だったんですか。 僕は黒でした。黒だったんです、はい、でそういう色とりどりな人たちを見て、はい、いえ、で中学校別の地域へ、まあ、港区の学校に行ったんですけども、うん、まあ、実際にはそこも港区で一番悪い学校だったんですけど、知らずに行っちゃったんですけどもね、うん、でみんなと話をしてる中で、うん、みんな日本のこと知らないんですよ。日本のこと、うん、全然知らなくて、うん、日本のことって例えばどういうことですか。はい、僕は小学生の時から古事記っていう本が、うん、神話が大好きで、多分300回ぐらい読んでるんですけど、うん、だからやっぱり神社とかにも精通が、はい、大好きです、ね、あ、なるほどね、はい、うんうん、でまあ、あんまり古事記の話はしませんでしたけど、うん、でも日本ってこうだよねみたいな話をするとみんながなんで、うん、こう全く知らないっていうのが分かって、うん、日本人なのに日本のことが分からない人がほとんどだっていうのはちょっとまずいんじゃないかと、はい、だからもっと日本の文化をみんなに知ってもらいたいなと思ったんですね、うん、でも自分が実際に受けてる中学校の授業ではそういう話が出てこないので、うん、やっぱり行くんなら高校の先生だなと、はい、高校知らないくせにそう考えました。確かに知らない世界です、知らないんですよはずだけど、はい、そう思ったと、うん、ただ地元の図書館、僕の住んでた墨田区の図書館で、はい、有名な学校が一つあって、ナンバースクールって東京にいくつかあるんですけど、七校って呼ばれてる、うんうん、結構勉強のできる学校の生徒が、うん、いつもその図書館にいていろんなことを教えてくれたんですね。生徒が、はい、僕はその時小学生だったんですけど、うんうん、目の前に高校生がいるんでいろいろ聞くと教えてくれる。でその人たちと同じような話が、まあ、できたのでうん、うん、やっぱり高校生たちを教えたいっていうふうにその時点で思ったんです。で高校ならきっとそういう授業がやらせてもらえるんだろうって勝手に勘違いしまして、そんなによく知ってる人たちがいるってことは、はい、きっと大学高校ではそういう授業ができるんだろう、はい、なるほど、うん、でとにかく、うん、まあ、本ばっかり読んでましたんで、国語の先生になるのがいいなと、はい、やっぱり他の科目のことをよく知らないうちに勝手にそう決めてしまいました、うん、そして実際国語の先生になられたわけですね、はい、そっか、と
ということは希望退職ね、さっきの話ですけど、はい、まあ、なかなか勇気がいったりするということですよね、はい、教師になるときは、うん、やっぱり専門のその教育に関する授業を大学でたくさん受けてですね、はい、まあ、他の人よりもたくさん単位取らなきゃいけないんですね、うん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 、やっぱそれを一生懸命やってきたっていう気持ちがあるので、はい、教師から離れること自体がちょっともったいないっていう感覚もあると思いますし、でやっぱりそれをやってきたわけですからね、はい、うん、それだけ努力をして手に入れた立場っていうものをもっと大事にしたいっていう人も多いですし、うん、そうですね、うん、ちょっと、ツイート読みましょうね、はい、いいちゃん、これも扱う職業だから分かりますということで、はい、クレーム対応もね、はい、されるわけですね、学校の、はい、なので同業ですもんね、はい、今マーケティングの知識はサービス業全てに必要な時代ですね、うん、本当そうです ね、 ね、でもそこは学校っていうところは私はすごい抜けてましたね、うん、学校と病院はもっと考えた方がいいと思います、うん、出ました、学校と病院の方、はい、考えていきたいですね、確かにそうかもしれないですね、うん、なんか守られていた業種というか、そうですね、うん、でそもそも学校と病院はお客さん全員不安なんですよ、うん、あ、確かに不安です、すごい不安な人の集まりを相手にしてるのに、うんうん、ずっと上から目線なんですよね、うん、なんか本当その通りだと思うんだけど、そうですねって言っていいものなのか若干迷うところもありますがまあ確かにそうなんでしょうね、はい、でそこに問題を感じたのは、感じ始めたのっていうのは、はい、何かきっかけがあったんですか？はい、うん、たまたま文部省、当時文部省だったと思うんですけど、はい、資料を見ていてですね、うん、生徒数っていうかその出生率ですね、はい、うんうん、ガーッと下がっていくのを表で見たんですね、うん、別の仕事をしてたんですけど、うん、まあ、ある調べ物をしているときにたまたまそれを見つけて、うん、これうちの学校もしかして生徒来なくなるんじゃないかと、あ、それをデータを見て、はい、何もしなければ、まあ、この通り人は減っていくんだっていうことですよね、はい、うんうん、でちょうどその時はバブルが崩壊した直後で、世の中はちょっと混乱していた時、はい、で急激に不景気になっていくんだろうなってなんとなく思ってた時ですね、うんうん、そうすると僕は私立の教員でしたので、うん、不景気になって子供が減るときっとお金のかかる私立には誰も来なくなるだろうと、なるほど、すごい単純な発想なんですけど、うん、間違ってはないでしょうね、うん、で学校の地元の自治体、うん、まあ、隣の自治体とかもいくつか調べてですね、うん、出生率見てみるとやっぱりどんどん減っていくのが分かったんで、うん、これはやばいと、うん、ゆうちょんにしてたら仕事がなくなるぞみたいな危機感ですか、はい、そうですね、うん、もしかしたら学校が、まあ、授業ができなくなるとか、うん、そういう状態になるかもしれないなと、はい、うんうんうん、はい、その頃お勤めだった学校っていうのはどのくらいの規模の学校だったんですか？僕が勤めた時で1000人ぐらいの生徒がいたんですね、1000人ちょっと超えてましたね、うん、1000人だとまあ普通の学校ですか、それともちょっと小さめとか、そうですね、他の学校さんに比べると小さい学校ですね、うん、はい、でそこに勤めていながらそのデータを見てこのままでいいのかっていうふうに思われた、はい、うん、でそれから何か行動っていうかしたんですか？はい、やっぱりみんなで、うん、生徒を集めるための材料作りをしなきゃいけないっていうことと、それから実際に集める作業ですよね、うん、なんか工夫していかなきゃいけないなというふうに思いまして、うん、まあ、学校改革を今からやり始めないと間に合わなくなるんじゃないかと、うん、そういう話を同僚に、はいはい、していったんですけれども、どうでした？相手にされませんでした全然どんな感じだったんですか？いやもう、うん、学校が潰れるはずがないっていうのが、うん、本当にごく当たり前の、うん、世界でした当時は。今はそういう学校一つもないと思うんですけど、まあ、今はね本当なくなる学校もありますしね、はい、実際ね、その当時はもうバブルでこうバーって、はい、人口も多かったし何もしなくても人が集まったけども、そうですね、はい、その将来を見据えてそのデータを見た時にまずいと思って人に言ったけどダメだった、はい、ダメでしたね、いや実際その時ってまだ教室が狭すぎるぐらい生徒がいたんですよ、うん、
これが減るわけないじゃないかっていう感じ、はい、むしろ先生が足りないとか教室が足りないっていう状態だったので、じゃあそういう状態を見て誰も危機感を持たなかったところで藤井さんが危機感を持ったわけですよね、はい、でそこでどうなったんですか。はい、うん、で、まあ、学校を何か工夫して変えていかなきゃいけないよねっていう話をしても、うん、なかなか相手にされなくてですね、うん、でまずは一人ででも何かやっておいた方がいいなと思いましたので、うん、一人で、はい、まあ、どっかできっかけがあれば、うん、みんなに説明できればいいかなと思ってたので、はい、企業研修とかセミナーとか、学校の先生が、はい、私企業研修とか、まあ、企業研修とかセミナーですよね行きますけど、よく行きますけど、学校の先生にお目にかかることはそうない、ないことはないですけど、今の時代だからでしょうね。そうですね、うん、その頃は多分ほとんどなかったので誰にも会いませんでした ね、同業者に会わない会わないです、はい、それって言ってもいい、まあ、悪いわけじゃないですけど、はい、どうなんですか、オープンにして言ってたんですか。いえ、やっぱりオープンにすると周りからわーっといろいろ言われてしまうので、うん、それがもう分かったんですね、なんか言った時に、はい、まあ、そうですね、何回かそういう話をして、はい、上司から怒られたり、へ、はい、怒られる、怒られましたね。何の意味があってそんなわけのわかんないこと言ってるんだっていう感じで、データを見せてもダメなんですか。そうですね、うん、はい、なんかこう変化できなくて潰れる典型的な会社のようですね、はい、見てみるとその話を聞くと、そうですね、うん、でもう何かしなくちゃと思ってセミナーに行く、はい、うん、でセミナーに行って感じたこととか、またそれを元にやったこととかあるんですか。ありますね、うん、まず最初に感じたのが、うん、何言ってるのかわからないっていう、セミナーで、はい、セミナーの先生が喋ってる内容もわからないし、そう、もらった資料を読んでも意味がわからないんですよね。それは言葉が知らない言葉だからですか、はい、そうですね、うん、マーケティングの言葉がずらっと並んでたんですけど、マーケティングを勉強に行かれたわけですね。そうかそうか、人を集めなきゃいけないということで、はい、なるほど、完全に意味不明でした、うん、なんか突然その、ね、英語全然かじってもないのに英語のね教室に放り込まれたみたいな状態になるんでしょうね、はい、そうですね、うん、本当に外国語みたいな感じでしたね、うん、でも頑張っていろいろそこで学ぶわけです。そうですね、まあ、セミナーだけじゃこれはダメだと思ったので本を買ってきて、本当に初歩的なマーケティングの本ですね、うんうん、ついていくために言葉を学ぼうみたいな感じですかね、はい、それを学校にどんどん生かして行きたいなと、うんうん、はい、で実際生かせたのは何かがあったりとか、はい、聞かせたことがあったんですか。まあ、数年間誰にも相手にされなかったんですけども、うん、でもある時気にされないけどやってたってすごいことですよね、うん、まあ、絶対必要だと思ってましたの で、うん、である時突然100名以上生徒がガンと減った年があったんですね。おお、それはなんかチャンスじゃないけど、はい、そうなんです、ね、他の先生はショックだったと思うんですけど、うん、僕は内心チャンスと思って、ね、はい、今だっていう感じ、来たみたいな、はい、うーん、それで、はい、ただ僕が担当してた地域の生徒も半分に減っちゃったので、うん、はい、半分、はい、半分ってかなり厳しくなりますね。僕の持ってた地域は実はその他の県だったんですね、うんうん、川を渡った向こう側から生徒集めてくるっていう立場だったんですけど、うん、まあ、営業とか特にやってませんでしたので、うん、本当成り行きですよね、うん、生徒募集も、うん、そしたら前の年が50人ぐらいいたのにその半分ぐらいになっちゃったんです。へー、これはやばいと、やばい、ちょっと責任も感じてですね、うん、ですぐ慌てて、うん、私の父が昔営業マンだったので、はい、あ、そういう、はい、うん、何でもいいから営業のマニュアルくれと、おー、でそしたらたまたま、はい、まあ、印刷業界のだったんですけど、うん、まあ似たようなもんだから使えるだろうと思ってそれをもらってですね、うん、でその晩に全部読んで翌日から営業に行きました。営業ってどこに行くんですか。僕は高校の教員なので、うん、中学校へ出かけていくんですね。中学校に行って、はい、私の学校でこういうような、まあ、なんていうのかな、
校風で、はい、こういうような授業をやっていて、こういう生徒さんたちを育てていきたいんですみたいなことをプレゼンしたわけですか。はい、まさに今おっしゃった通りで最初やったんですね、うんうん、ところが反応が悪いので、うんうん、おかしいなと思って、はい、あんまりこっちがベラベラ喋るのはやめて、うん、その高校にどんなことを求めてらっしゃるかを聞きに行こうと。多分その方が早いなと。お父様のアドバイスがあったんですか。いや全くありませんでした。なくそれをピンときて、はい、うーん、何しろ反応がないからあんまりにもなかったのでこっちが話してるのがまずいのかなって思ったんですね。で聞く営業に変わったわけですね、はい、変えました。そしたら反応が出てきます。そうですね、うん、はい、まあ、最初は何に今一番困ってらっしゃいますかっていうのを聞いたんですよね。そしたら高校がどうかっていうこともまあ大事なんだけれども、うん、その出た先のことを一緒に考えてほしいっていう先生が多かったんですね。いい先生ばっかりみたいな感じに ね、はい、思いますけど、なんかこう先を見据えた、まあ、高校選びができるようになりたい。そうですね、はい、まあ、当然高校の教員が行ってお目にかかれる先生ってほとんどが進路指導の先生とか学年主任の先生とか、ありましたね、進路指導室とかね、まあ、そういう先生なのでそういう発想になるのかなと思うんですね。そうですね、生徒のこう将来を考えている人たちっていうことですね、はい、熱い人が多かったですね。そうそう、熱い人がそこに多かった気がする。熱いか一番怖いか。そうですね、聞く営業ですね。いーちゃんありがとうございます。お、たくさんありがとうございます。全部拾えるかな。そんな先生いるんだ、すごい素敵だなとかね。 ありがとうございます、うん、うちの高校は老人ホームになると言われて建設されてましたが、学校関係者の努力で偏差値が上がって高校として存続しています。そうですね、今から10年ちょっと前に建てられた学校ってほとんどが、はい、うん、いずれは高齢者施設とか病院に作り変えるっていう、そういう意図で最初からそういう設計なんですね。あ、そうなんですか、はい、だから金八先生ガラガラってこうなんか なんだっけあのフリーバリアフリーはい、なんかこう、そうですね、最近の学校全部バリアフリーで職員室がガラス張りのところが多いと思うんですけど、うん、ああナースステーション的な感じになるってこと。そうです、はい、すごい、そうだったんですね。です全然知らなかった。で実際にそうなった学校もいくつかあると思いますね。あ、それは生徒が減って。そうです、統廃合って言って、うん、地域の中に学校が、まあ、余ってしまう人数的にですね、うん、そうするとどちらか一方の校舎に統合をして片方は廃校にすると、はい、でその廃校にした学校を例えば高齢者用の施設にしたり、はい、障害者用の施設にしたり、まあ、場合によっては病院っていう使い方ですね。そうなんですね。マリモさん、私立校は基本文部省の天下り先、私学助成という化け物の支援がないと学校経営が成り立たないですからね、はい、ところで今病院勤務の医師も給料は安いんですよ。そうらしいですよね、はい、医師もそうなんだ。多分今あの学校病院だけじゃなくて、うん、世の中で先生って言われてる人、はい、まあ、修行の先生方もそうかもしれませんけれども、うんうんうん、皆さんなかなか、うん、稼げない感じ、厳しいのではないかなと。そうかもしれないですね、はい、修行の方もものすごく今勉強会とか開かれてられている方多いですもんね、はい、うーん、で、まあ、ガーッと生徒さんが減ってで営業をやり始めて、はい、そして聞く営業ね、はい、いいじゃん、聞く営業をされてでやっぱり増えていくわけですか。それでいやなかなか増えなかったですねやっぱりね、うんうん、ただ僕の行ったところは、まあ、営業の効果が出たんだと思うんですけど、うんうん、翌年また元の人数に戻りました。あ、それかなり出てるわけですよね、はい、自分が担当してた地域だけは、うん、まあ、要するに半分に減ったのがまた倍にっていうことで元の数値に戻りました、うんうん、でもよくよく考えれば人数自体が減ってるからね、そのまま行ってたら半分に減ったわけで、はい、そこを元に戻すっていうことは多分本元々以上の営業力が発揮されてっていうことだと思うんですね、はい、結構回りましたからね。すごいですね、はい、うーん、でそういう
まあ、営業力とか、まあ、学校の特色を作るっていうことをどんどん広めていきたいっていう思いもあったりして、はい、今こういうお仕事なんですか。はいはい、まあ、実際にどん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 危なくなっていく学校の中で一生懸命それをやってましたの で、 でいくつか、まあ、成功させたものがありますのでね、特に自分の場合はやっぱりクレームを、まあ、ほぼ皆無に近づけることができたっていうのと、あとはそうですね、辞める直前の数年間は学校全体の4分の1から3分の1ぐらいの生徒を僕の担当地域から集めてましたので。すごいですね。じゃあ今集客で悩んでらっしゃる学校さんとか、はい、クレームが多くて荒れちゃってるみたいな学校さんは、はい、藤井さんに連絡をするといいみたいなことですね。はい、ぜひよろしくお願いします。クレームってどうやって減すんですか。クレームを減らすのも、うん、やっぱりさっきの話ですけども、はい、まあ、お客様っていう意識をまず持つと、それがスタートですよね。先生たちが、はい、今の時代ってやっぱりお金を払ったものに対してどんな対価が返ってくるか、それが全ての判断基準になっていると思うんですね。まあちょっと間違った形の個人主義っていうのもあると思うんですけど、払った方が強いんだみたいな、そういう時代に変わってしまいましたよね。多分バブル崩壊ぐらいからそうなってきたのかなと思うんですけど、はい、それをまず理解するということですね。なるほど。じゃあちょっと上から目線の経営を、ちょっと経営というか経営になるのかな、対応ですね、対応か、はい、対応をまあ、フラットにしていくというか、はい、うん、お客様とそのお客様が欲しがるものを提供できるもの対等ですよね、はい、本来は、はい、そういうと立ち位置にしていくっていうようなこと、ね、はい、学校に関しては昔から、うん、学校が提供するものに欲しかったら来いと、殿様営業、はい、それが、まあ、実際にはまかり通ってたというか、うん、許されていたわけですよね。ところが時代が変わってしまって、お客さんみんなお金払った以上はそのお金に自分が求める価値を上乗せして返してほしいっていうのが当たり前になってますよね。で、平成に入ってからはやっぱりそういったその消費者の立場を保護したり、まあちょっと過保護ですけどね、まあ消費者を大事にしましょうっていう法律もできたし、分かりやすい例で言うとPL 法ですよね。それから消費者基本法もありますし、まあ、そういった外界の変化に学校が意外と、まあ、興味がなくて気づかないっていうことが多かったわけですね。ところがお金払ってる人たちは皆さんそれがもう当たり前だと思ってるわけですから、やっぱりなんでお金払ったのに希望通りのことが返ってこないんだろう、ここから苦情がだんだん増えていくわけです。じゃあ具体的にはどういうことをしていく、提供していくと、まあ、保護者さんたちが、はい、まあ、子供をお客さんに思ってるんですか、それとも、まあ、保護者も含めてお客さんって感じですか。はい、まあ、実際目の前にいるお客さんは生徒ですけれども、じゃあお金払ってるのは誰ですかっていうと親御さんですよね。じゃあもう一体ですよね。はい、たちが満足してくれるものっていうと、例えば学力の向上とか、そうですね、マナーとかそういうものですかね。はい、ただ本来しつけというのは学校がやるべき仕事ではないんですね。うん、そこら辺も聞きたい。しつけは本当は家庭でちゃんとやってもらわないと、学校というのはそのしつけをベース、まあ、できているっていう前提のもとで、そのしつけにプラスして集団生活の規範を覚えてもらうということですので、そうですよね、土台のしつけが家庭でできてない場合はちょっと学校でいきなりしつけって言われても、はっきり言いますけど、手遅れなケースがありますね。うん、そこは、はい、説明したりとか、そうですね、事前に入ってもらうときに伝える必要がきっとあると思うんですけども、はい、 そうですね、はい、そこもやられた結果がやっぱりクレームがなくなったケース。そうですね、はい、それまではどこの学校さんも、おそらくそういった説明してなかったと思うんですね。うちの学校はこういうシステムとかこういうメソッドで、例えば成績を上げます、部活動が充実してます、はい、から進路はこうなってます、まあ、こういう説明だけをやっていて、もっと肝心な
そうですよね。どういうふうに進めていくような、はい、そうですね、一番のベース、はい、そこはもう任せてくれっていうスタイルが一番多かったと思うんですね。そうか、任せたつもりがしつけまで任せちゃった人たちが多くて、はい、そして苦情が多くなったりしてったっていう経緯があるんですね、はい、本当にこの20年間っていうのはお金を払った方が強いんだっていう世界にどんどん変わってきてしまって、お金さえ払えば何を要求してもいいって本当に勘違いしてる人も中にはいるんですね。本当勘違いも多いですよね、はい、なんかですね、まあ、全然話変わるんですけれども、はい、私は昔中学校の時に友達とご飯食べに行ったんですよ、はい、うん、そしたらとってもいい人なんですよ、普通にしてたら、はい、とってもいい人なんだけど、いきなりご飯をね、みんなでこうファミレスみたいなところで食べてたら遅かったんですよね、持ってくるのが、はい、そしたらなんか急に早く持ってこいみたいな感じで、同級生ですよ、はい、中学生ですよ、なんかね怒り始めたんですよ、はい、でお金払ってるんだからみたいな感じで、はい、急になんか言い始めて、あ、この人どうしちゃったんだろうと思って、でお金払ってるんだからこれは要求してもいいんだよっていう風に教えてもらったんですよ、はい、うん、でそういうことを教えてもらうことって学校でももちろんないじゃないですか、はい、ないですね、だからあそういうものなのかっていう風に自分の中に取り入れたんですね。でもその人は逆の立場、はい、働く方の立場になったらものすごく丁寧に仕事をするんですね、はい、お客様からお金をもらっているのでもう本当に丁寧に仕事をするんだっていうのがあって、はい、まあ良し悪しですかね、うん、お客様が偉い、お金払う人が偉い、提供する人は下みたいな感じでものすごく差があったんですよ、はい、でそれが普通なのかなっていうふうにその中学校の頃私は思ったんですけど、はい、やっぱり年を重ねていって新しい人たちに出会うと、ある人はですね、同じファミレスみたいなところでご飯食べてたらお水を持ってきてくれたらありがとうございますって言って、はい、ご飯を持ってきてくれたらありがとうございますって言って帰る時には全部机をきれいに拭いて帰るっていう人と出会ってですね、はい、あれこっちの価値観の方が私好きかもと思って、はい、これって対等じゃないですか、はい、お金払ってご飯をいただく、はい、うん、そのもののその対等さ加減っていうのかな、はい、それがすごく良くて、おそらくね、その強い弱いとかお金が払ったからじゃ、とかじゃなくて、多分対等を目指す世の中にそうですね、これからなってくるじゃないかなっていうのをすごい感じたことがあったんですね、はい、すごい古い話なんですけど、だからね、モンスターペアレントとかいう人たちはやっぱりお金払ってたら強いんだみたいなのをやっぱり思いすぎちゃっていて、 ですね、すごくそれって教育にも良くないような非常に良くないですね、うん、気がしますよね、はい、でもそういう人たちを作らないために動いてらっしゃるってことですね。そうですね、説明をしたりとか、はい、ものすごく大事なお仕事ですけども、はい、本当はこう、ね、一番大切なことって、うん、お金のやり取りで、終わってしまってはいけないっていうことだと思うんですね、まあ、金払ったんだからやってくれって、うん、それはもう単純に品物受け渡ししましたっていうのと変わらないわけですよね。でも例えばその物販であれば、その品物を買ってもらうことによってどうなってほしいのかってそこまで考えて売りますよね。そうですね、何でも売ればいいわけじゃないし、買う側もやっぱり本来自分は何を求めてそこに足を運んだのかやっぱり忘れちゃってるんじゃないかなっていう気がするんですよね。買う側売る側の意識ですよね、はい、やっぱり物がすごく溢れて、なんか例えばデパートに行くと全部の品物があった方がいいんじゃないかなって思いがちになってきてしまってた時代が長かったですけどね、はい、本当に自分に大事なものっていうのを見極める目もね、消費者としても持たなきゃいけない。そうですね、なかなかそういう人は多くないのかなと思いますね、うん、情報がすごく多い世の中なので、うん、それがこうフィルター通さずにバンバン入ってきて、はい、ね、テレビの、ね、ショッピングコーナーとか、はい、これいいですよみたいに言われたらいいのかって思っちゃうっていう、思いますよね、ね、はい、あれもう素晴らしい宣伝だなと思うけども、はい、本当にそれが大事なのか見極められる目をね、私が持たなきゃいけませんっていうね、もう本当通販番組大好きなんですけどね、はい、もうね、買っちゃって必
買っちゃった後に本当に私はこれが欲しかったんだろうかって振り返ることって結構、はい、ありますよね。そこまで考えるその提供者でないといけないし消費者じゃないといけない、はい、本当に学校は3年間お世話になるところですもんね。 それができてないと、はい、で物販の場合は実際にその品物を渡せば、うん、多分ほとんどのケースでお客様は実際に想定してたその、まあ、手に入れた後の幸せっていうのは必ずありますよね、はい、うん、現実化できただろうと思うんですけど、うん、じゃあ学校の場合はどうすればいいのっていうことですよね、うん、でそこで壁にぶち当たりまして、うん、学校ってその受け取ったお金にはっきりと示せるものってなんだろうっていうのがずっと分からなかったんですね、うん、で僕の中ではやっぱり満足して卒業してもらうっていうことかなと思って、うん、ちょっと変なんですけど生徒と一緒に学校を作るっていう、へー、はい、そういうコンセプト？そうですね、うん、こちらが一方的にうちの学校はこうなんだって価値を押し付けるんじゃなくて、うん、君たちが求めてる学校って何？うん、っていうのを、うんうんうん、冷静に考えたら今まで聞いたことがなかったなと、じゃあそこでいろいろヒアリングできて聞けたわけですか？そうですね、はい、どんなことを求めてました？いや、まあ、過激なのからすごい小さいのまでいろいろありましたけど例えば例を挙げるとすると、はい、一番笑ったのが、うん、先生のいない学校って言われた時ですね。へー、あ、でも面白いかも。 それはね、うん、なるほどなと腹の中では思ったんですけど、そういいよとも言えないので、言えない言えない、はい、うん、じゃあもう殺してくれって言ったんですけど、じゃあちっちゃいのだとどんな？ちっちゃいのは本当に僕全員が鉛筆で授業やるようにしてほしいんですとか、シャーペンじゃなくてカチャカチャカチャ、いいよ、はい、あの音が嫌だっていう子もいたんですよね。あ、でもそれってお客様の大事な声ですね。はい、うわ、やっぱりなるほどな、そういう子もいるんだなっていうのを思いましたね。面白いですね、そういう話もね。普通じゃ聞けないし、自分たちがその頃どう思ってたかなんかちょっともう忘れてますしね。そうなんですよね、うん、実際学校の先生もやっぱり自分が小さい時に学校で何考えてたかっていうのは全部は覚えてないわけですよ。覚えてないですね、はい、本当に印象の強かった事件とか出来事とか、うん、まあ、遠足とかですね、うん、修学旅行とかそういうものははっきり覚えてると思うんですけど、うん、じゃあ普段教室の中で毎日同じように授業を受けてた時って自分の感性はどうだったかなっていうと、やっぱり意外と学校の先生もそんなに鮮明には覚えてないケースがあると思うんですね。いや、私ね、中高忘れましたもん、はい、私が覚えてるのって小学校だけだったんですよ。ああ、で私予備校を経営してたので、はい、その時にやっぱり楽しんでもらう授業をしたいじゃないですか、はい、ね、それがお客様満足につながると思って、はい、思い返しても中学校高校出てこなかったですね。ああ、そうですか、うん、で小学校の時は楽しく毎日学校行ってたのはなんでだろうなっていうふうに考えて、うん、そのシステムを活かしたらとても良かったんですね、はい、多分その小学校の方が鮮明だっていうのは、うん、先生が子供たちと同じ立場で同じ作業をやってたんじゃないかなって思うんです、うん、へー、それは差があるんですか、中高と。中高はどうしても、うん、勉強から学問へ変えていく段階なので、先生も一緒に勉強してた小学校と思うんですね。あ、そんな感じがするな、はい、で中高だから一緒に作るっていうことか。そうなんです、うんうん、だ中学高校の授業ってどうしても一方的になりやすいんですよね、その内容からして。うーん、教科書にあるものをとにかくしっかりと学んでもらうっていうのが本筋ですので、じゃあ一緒に何か遊びながらとか、うん、まあ、体験しながらっていう授業は時間数の関係もありますし、当然教科書の中身って決まってますから、これ全部覚えてもらうって思うと到底1年間では足りない、はい、そこ自体が見直してほしいですよねそうなんですよね、うん、でもね、やっぱり工夫できてる先生はできてるわけですよ。そっか、私実はね、はい、教員免許持ってるんですよ、はい、それで中学校に教育実習、そう、はい、教育実習行った時にすごい衝撃的な授業を見て、はい、中学生がいつもダラダラしてて、ええ、ホームルームの時なんか外歩きに出ちゃったりする。ごく普通の学校です ね、はい、いや、そんなの自分の中にはなかったので、はい、わ、なんか学校荒れてるなと思ったんですけど、はい、ある先生の授業ではビシッとしてるんです、みんな、はい、
ってとっても楽しそうじゃないんですよ。真面目にみんなが真剣に授業を受けてて、はい、やる先生はやるんだなっていう。ただ厳しいわけじゃないと思うんですね、その先生は。そうそう、厳しくはない、はい、厳しそうに見えるけれども、すごいみんながやっぱりノリノリ、はい、でやってる。そういう方は子どもたちに普段から説明してると思うんです、ね、なるほど。僕はこういう理由で教師になって、こういう理由で今授業をやってるんだと、うんうん、これは絶対君たちにとって将来必要だと、うんうん、そう信じてるから今やってるんだっていうのはちゃんと説明ができてるんだと思うんですね。説明してくれる先生いいですよね。すべきですよね。そうですね、はい、だから学校が先生とやその保護者に対して説明するように、はい、学校のうまくいってる先生っていうのはきっとそうやって説明をちゃんとするちゃんと普段できてると思いますね、うん、それって対等な証拠ですよね。そう、多分上からだとやれだけですもんね。そうなんです。僕時々後輩の教員に行ってたんですけど、うんうん、ただ教室行って黒板に文字書いて、うん、で説明をうわーっとやってチャイムが鳴ったから終わり、うん、あとはノート書いておけって帰ってくるんだったら、うん、別に先生そこにいなくてもいいよね。そうか、ビデオでもいい。そうです、教育テレビでいいんだよね、うん、じゃあ俺たち教員ってなんでわざわざ現場に行くの？ってそれを、まあ、若い先生方に時々話をしてですね、一緒にその場の空間を作るとか。ライブですもんね、はい、生でね。やっぱりその先生独自のこう文化圏っていうと大げさですけど、うんうんうん、あの先生の授業ってこういう文化なんだよねみたいな、うん、それをちゃんと子どもたちに理解してもらう、うん、それができていれば多分授業を聞かないってことはないと思うんですね、うん、それがねよく分かりましたよ、その行った時に。今でも覚えてますね。共生先生っていう先生、社会の先生で、はい、教えるを誓うっていう共生っていう、ああ すごい、ね、すごい先生その時点でインパクトあるんですけど、はい、そう共生先生っていう方でしたね。今頃はもう生の字がひじりになってるかもしれないですよね。あ、そうそう、ひじりっていう字でした。ひじり、そう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 、はい、うん、共生先生ね、すごい名前です。すごいなと、もう教育者になるべくしてなったみたいな感じだったなと思いましたけど、はい。あ、皆さんありがとうございます。有本さん、ご飯が炊き上がりましたという。ああ、サリーさん、そうなんだ。そうそう、そうなんですよ。コージーさん、学校しか社会を知らない人間が社会に出る子供を教育すると、あ、学校が社会を知らない人間が社会に出る子供を教育することをどう思いますかという質問をいただいております。はい、うん、まあ、普段から僕も同じことを言ってるんですけれども、うんうん、そのこう狭い、うん、視界でですね、はい、自分の専門分野だけが全てだっていうスタイルになってしまうと、うん、やっぱ教育できないですよね。それは教育ではなくて、あくまでもその教科の内容の説明にしかならないと思うんです、はい、うん、教育っていうのは本来子どもたちが社会に出た後でどうやって生きていけるか、うん、まあ、自分なりに生活の方法を考えて何か自分なりのシステムを使って生きていく、うん、その材料を示してあげなきゃいけないと思うんですね。言ったら物の見方の、はい、ベースとなるものっていう感じですよね、はい、うん、そうですね、うん、だそれをちゃんと分かってもらおうと思ったら学校の教員も専門外にどんどん視野を広げて、まあ、知識を得ておかなきゃいけないって思うんですね、うんうんうん、そもそも子どもたちって何でも質問してくるじゃないですか、うんうん、我々の知らない仕事の質問も当然出てくるわけですよ。そうですよね。だって、はい、どういう何かの職に就きたくて、まあ、勉強するっていうのが、はい、ね、そのためのこう家庭の中の勉強で物の見方をこう身につけていくための勉強なのに、はい、教えている人がやっぱりこう視野が狭すぎると、はい、その先生になることしか頭に浮かばないというか、ね、そうなっちゃいますよね、うんうん、でやっぱり 僕は特に小論文の授業を特別講座で持ってたので、やっぱり子どもたちにまず分かってもらわなきゃいけないのは世の中の仕組みをちゃんと知ってもらうことかなと、はい、か小論文にその世の中の仕組みを知ってもらうのが必要だっていうのは小論文の中でやっぱりちょっと俯瞰した目線が必要だっていう意味ですかね。はい、全体を見渡せる能力と、うん、から本当地べたに這いつくばるように一つ一つをチェックしていけるようなそういう能力とバランス取っ
っていかないと絶対偏ると思うんですね。確かに、はい、あの、うん、何でもかんでも知ったかぶりみたいにただニュースで聞いたことを喋ってるだけじゃ、うん、それ世の中知ってることにはなりませんので。そうですよね、うん、はい、ニュースだって一方的な情報ですからね。そうですね、本当にそれが正しいかどうかもね、わ、はい、からないですしね、はい、うん、で僕がやったのは子どもたちに、うん、ま、マーケティングをその時勉強してたので、ま、例えば世の中の問題ってこういう4種類のグループに分けられるよねとか、うーん、受けたい授業あの、はい、マーケティングの本当に基本の基本で一番最初に出てくる 4P とか 3C とか、はい、そういうのも教えました。ああ、でも教わった生徒さんいいな。うーん、そんなの分からないかもしれませんってみんな言ってたんで、いやいや大丈夫、誰も分かんないからって言って、はい、そう、どうせ分かんないならもう一緒なんだからやっちゃおうぜってことで、うん、潜在意識にしっかり入れとくみたいなイメージですよね、はい、そうですね。そういうようなやっぱり思いを持って、まあ、学校で教員をされてたので、はい、やっぱりそこからもっとそこの学校だけじゃなくて広い範囲でたくさんの学校と関わりたいっていうなんか思いで起業というか。そうですね、何年前、まあ、7、8年前だと思うんですけど、うん、こう自分の学校だけじゃなくて、うん、もっと日本中の学校に関わりたいなっていう気持ちは、まあ、少しずつ、ね、はい、起きてましたね。一つの学校の中が、まあ、ちょっと良くなってもやっぱり影響力としては日本を作っていく子どもたちはもう全国にいるわけですもんね。そうなんですよね。でずっと思ってたのが、例えばあの幕末の戦争の後とか、うん、まあ、あるいは関東大震災の後とかから第二次世界大戦の後とか、あんまりこう政府とか大きな企業が国を立て直したっていうケースはちょっと記憶にないかなっていう気がしてですね。そうかも。でよく考えてみると、うん、例えば個人レベルから始めた人が、うん、その手助けをして国を立て直してきたケースが、おー面白い、ちょっと今ゾクゾクしましたね。結構いっぱいありますよね。なんかそっちしか聞かない感じですよね。はい、うん、ってことは今まさにその時期なんじゃないのかなって思うんですね。でやっぱり、まあ、僕の記憶の中ですごいショックだったのが、うん、山一証券が倒産したことがすごいショックで、はい、え、あの山一がっていうのが、うんうんうん、はい、あったんですね、うん、できっとこれからはその大きい会社がどんどん、うん、あの危なくなったりして個人レベルでね、うん、昔のようにまた国を立て直す人が必要になるんじゃないかなって思ったので、うちの生徒がそれやってくれたら絶対すごいよねって思ったんですよ。素晴らしい、まあ、みんな勉強嫌いなんで無理かなってちょっと思ったんですけどそう、でもなんかきっとそういうふうに立て直す人っていうのは勉強がみんなできたわけじゃなかったり、そうですよね、どこかが特化してるから能力が発揮できたっていうふうに言えますもんね。いやちょっとなんかゾクゾクしますね。なんか変なのがいるのかなとか思っちゃうぐらいゾクゾク言わしましたけど皆さんありがとうございます。ねえ、なんかあ、藤井さん一緒に文科省にクレームしに行きます、はい、マリマさん本当にそうしてください、ぜひ、ね、クレームというかやっぱりね、改善するためのクレームなのか、うん、改善する方法をね、うん、こう一緒に話してもらったとてもいい気がする。直接言ってもなかなか難しいかなと思うので、うん、あ、はい、あのやっぱり今まだ縦割り縦割りでね、ですね、うん、で当然大臣と現場って省庁の職員の方とはまたちょっと違う文化を持ってらっしゃるので、ま、はい、っすぐはなかなか難しいのかなと。ただ僕も今 あるところでちょっと勉強させていただいてるっていうか、はい、うん、まあ、いずれ文部科学省に、うん、こういう提案をしましょうっていう、うん、そういう活動の中には入ってます。なるほど、はい、じゃあ結構近いところにいるわけですね、はい、うん、本当ね、一人一人が声を上げられるその世の中にしていく必要が絶対あるなという。そうですね。で私は黒猫本を書いたので、はい、ぜひ皆さん、はい、広めてくださいね。はい、コージーさん、質問に面倒くさがらず全部答えていったら子供は自動的に天才に近づくと思う、そういうドラマありましたね。なんだっけ、あのエジソンの母だってなんかそういうありましたよね。すごく良かったな。全部答えたいんですけどね、うん、やっぱり、う
わからないことがたくさんありますからね。だからそれをどうやって、解決できるよっていうなんか方法論を伝えたり、そうですね、本図書館に行ったらあるかもしれないから探したらとかね、そんなこと考えなくていいんだよってよくやっぱり言われちゃいますよね、子供が。そうなんですよ。あ、そっか、はい、考えなくていいんだって学ぶんですよね。はい、いや考えはやっぱり考えた方がいいと思うんですよね。絶対そうですよ。ただ、うん、僕の年代って、僕今44で来月45になるんですけど、おめでとうございます。若いあのバブルの絶頂期、うん、大学生だったんですね。あ、毎日企業から電話かかってくるっていう。もうその時のね話をよく聞きますけど、はい、今じゃ考えられない感じだったんでしょう。でも全然違います。はい、ちょうど今の中国、ま、今っていうか去年一昨年あたりの中国と似たような感じですかね。そうですか、はい、なんかタクシー券もらったりとか、そんな感じですね。ねえ、本当、はい、かなと思う世界ですよね。僕アルバイトでやっぱり今の会社勤めの方と同じような給料を当時もらってましたしね。アルバイトで大学生の分際で、すごい、すごい、羨ましいような。でもそこを体験した僕の世代って弱いと思うんですね。なんでかっていうと、ちょうど僕が生まれたのがオリンピックの4年後ですよ。もう東京には首都高速があって新幹線が走ってて、まあ近未来のような街がすでにできていて、で世の中も上り調子ですよね。まあ、残念ながら上り調子じゃなかったのは石炭の業界とか、まあ、いらなくなってきちゃったということですよね。代わりが出てきて、はい、そういう業界はちょっと別として、はい、社会全体としては上り調子だったんですね。で僕自身も子どもの頃からやっぱり周りを見てて、日本ってすごい勢いでどんどん伸びる国なんだって、やっぱ子どもながらにそれは感じるわけですよ。町中どんどんビルが増えていったりとか、はい、まあ電車もね、いろんな路線ができてったりっていう時代だったので、ところがその時代の教育ってまさにこうやればレールに乗った人生が待っているっていう。なるほど。優秀な成績を取って、まあ名前の有名な大学に行って、そして今ちょっとずずしい方かもしれませんけど、一部上場企業を目指せみたいな。レールの乗り方を教わったみたいな。レールの乗り方は教わったんですけど、自分のそのレールをどう敷くかは教わってないんです。そうか、敷かれたレールへの乗り方だけであって、レールを作っていく、道を作っていくっていうことは、はい、教わってないんです。実際僕も教師になるために必要な、まあ、知識ですとかね、あとは技術ですとか、それは教わったんです。だけど教師になって、じゃあ何すればいいかって言ったら、学校の方針に従って働けばいいんです。あ、そっか。じゃあその学校の方針が間違ってたらどうするかってことですよね。その時にやっぱり思ったのが、このまんま今の日本の教育を続けてはいけないなということは強く思いました。私はバブルを全く経験してない世代ですし、はい、親もバブルに全然影響されないことをしていたので、はい、バブルって何みたいな、はい、なんかおばさんすごい毛皮着てるけどすごいなみたいな。いました、いました。お年玉めちゃくちゃもらえるけど何やってる人なのかなみたいな感じの、うちはもらえなかったかな感じの時に、まあ、育ってきたんですけども、はい、そういう意味ではその裕福なというか、もうイケイケな時のことを知らないので、うん、はい、差をか感じられないじゃないですか、そういう意味では逆に強いのかなと。そうですね、レールの敷き方は習ってませんよ、はい、習ってないけれども、はい、差を感じない分、はい、まあ、自分でやっていくしかないんだなっていう。そう、そうなんですよ、若い人の方が肝が据わってるんですよ。それはあるのかもしれないですね、まあ、なんとかなるんじゃないみたいな、はい、僕の年代はやっぱり教わったことをいかに忠実に体現するかっていう、それが教育の基本の中に入ってたと思うんですね。そうですよね、今必要な人材って多分違うんですよね。違うと思います、ね、やっぱりこう本当にレールの敷き方を知ってる人、あるいはそれを知らなくてもね、
きっとこうに違いないって信じて前に進める人だと思うんですね、はい、だ多分僕の年代って今例えば解雇されたら弱いと思います、うん、弱いか、うん、もうどうしたらいいかわからない。そうですよね。で実際僕の年齢だともう再就職なんかほとんど無理ですよ、うんうんうん、どうしていくべきか、やっぱり何か自分で始めるっていう、もうタフな人しか残れないっていう、そうなってしまいますよね、はい、でこの時代ですからやっぱりどんどん変化していく必要がありますよね、はい、うん、でそういう時に変化していこうっていう時に多分あの会社でいうといい役職になられてるぐらいの年代ですよね。そうですね、はい、うん、そこでもうまずやってほしいっていうのは自分自身が変化を提案できなかったとしても下からの要望変化をしたいっていう人たちのことをストップしないでほしいですよね。それもやっぱさっきと同じ理由だと思うんですけど、うん、そのレールが決まっているところへ余計な提案を持ってくるのになっちゃうわけですよね。なっちゃいますよね、はい、その知らないものを持ってこられるのが一番怖いのが僕の年代だと思います、うん、あ、そうか。知ってるものをいかにうまく使い続けるかっていう、うん、そういう教育を受けてきた世代ですので、すごく納得です、はい、で人間の脳の、ね、仕組みでもやっぱり変化を恐れるというか、はい、今をできるだけ長く続けていくっていうのがやっぱり安全なので、はい、でも本当は時代から見たら変化しないのはもう衰退ですし。そうなんですよね。だから職場の中でもやっぱりあの頑張って努力してる人とか勉強してる人っていると思うんですね、はい、そういう人が前に行ってるのに自分は今のままでいいってことは、うん、これ対価ですよね、うんうんうん、周りが動いてるのに自分は動かないって、そうそうそう、相対的に見たら対価し続けてるわけですから。確かに足引っ張っちゃうんですね、そういう人は、ね、そうなっちゃいますよね。でもその人のせいではないような気も、はい、ね、この時代背景からしてみたら思うけれども、まあ、うん、分からないから動けないっていうことだと思うんですけど、僕なんかはあの、うん、単細胞ですから分からないときは動くっていう感じでそれがうまくいくコツですよ ね、 そうですね。もう知らないものはとにかくあの見に行くっていう感じですね。そっか、なんかね、いろいろ教育については私もすごく興味があるので、いろいろまだまだ聞いていきたいところなんですけど、結構いいお時間になってまいりました。今何か会社名をねこう作ってやられてると思うんですけども、はい、それちょっと紹介してもらったりしていいですか。はい、うん、あ、水越さん、いきます、はい、こちらです、はい、あ、私紹介しますね。あ、すいません、ありがとうございます、はい、オフィス無敵と読みます。お、はい、無敵、はい、っていう、まあ、会社名で知ってるということですね、はい、知ってる人は少ないと思うんですが、うん、灯台とか船につけられてるクラクションですよね、うん、遠くまでよく響くラッパのことですね、はいはい、無敵かな、はい、でそういう学校の、まあ、お手伝いを、はい、うん、されているということですね、はい、基本的には、うん、クレームをなくしたり仕事を楽にするためのセミナーとか研修を提供するということで動いてます。ん、クレームをなくした、あ、だから学校の先生に対して。そうです、学校の先生の仕事をいかに楽にしていくかっていうことですね、はい、うん、なるほど、はい、じゃあ学校経営者の方だったり学校の先生だったり、はい、今の現状に問題があるなって見えてる方がお問い合わせいただくといいわけですね、はい、オフィス無敵というふうに言ったら出てきますかね。はい、出てきます、うん、なるほど、ぜひぜひ皆さんお問い合わせください、はい、あとたくさん何か用意していただいたのにほとんど紹介できなかったので、はい、すいません、すいません、これをちょっとね、はいはい、こちらは何ですか。はい、先月なんですけれども、はい、DVD の教材を出しました、うん、おー、すごい、はい、重いですよ、いっぱい入ってるんじゃないですかあの、うん、どちらもですね、DVD が3枚と、うん、それからおまけの資料として CD-ROM が1枚、うん、どちらも4枚組ということで入っております、はい、これはどういう人がお求め。はい、赤い方はですね、赤い方、はい、これはまあ、学校の中で今までは必要とされてなかったけれども、うん、まあ、今のこの時代変化に合わせてですね、新しく必要になってきた、そういった知識を説明する、うん、はい、まあ、
教育テレビみたいな感じの、はい、セミナーになってます。面白そう、はい、一人でカメラに向かって喋ってたので、うんうん、すごいこう、まあ、やりにくいっていうか、ちょっと慣れない感じだったんですけども、はいはい、まあ、これ見ていただければ、うん、僕がですね教師だった頃に現場の先生に配ってた能力マップっていうのがあるんですね。おお、ちょっといいですか、はい、一つをちょっとこちらのね、はい、はい、能力マップ、能力、そうです、こういう能力が今からの消費者社会では学校にも必要になってくると、へー、これ2枚あったんですけれども、この2枚の解説をしたのが赤い方の DVD 教材ですね。現場力、学校が目覚める6つのスイッチ、なんか本になりそうねえ、うん、はい、そしてモンスターペアレントの発生をも抑制する思考法、はい、すごい、なんかこれ多分、うん、教育者だけじゃなくで、はい、ビジネスやっていく上ですごく使える内容なんじゃないですか ね、はい、ある民間企業の方がですね、うん、僕のディスク見てくださって、うん、なんか自分の仕事でもそのまま参考になりましたと、ね、いうことをおっしゃっていただいたので、ね、はい、きっと使えると思います。ありがとうございます。でこちらは、はい、青い方はですね、はい、学校では必ず入試説明会っていうのを毎年やるんですけれども、うんうん、その一生懸命学校のメソッドの説明しちゃうんですね。メソッドというと、はい、こういう手法で、うん、うちらの学校では、はい、まあ、例えば成績伸ばしますとか、うん、こういう進路を用意してます、その説明で終わっちゃうケースが多いんですね。なるほど。ところが僕も息子の高校受験、中学受験の時にですね、うんうん、いくつか見てきたんですけれども、はい、それ以前の段階で嫌われてしまう学校がすごく多かったんですよ。以前、うん、はい、人が物を買ったりする時って、うん、あんまり理論とか理性で考えて買うことはないんじゃないかと思うんですよ。確かに。どっちかというと感情の面で、あ、これがあれば自分こんな風になれるなっていうイメージをして、いいなから入ると思うんですけど、うん、はい、うん、ただまあ最初に行った学校でびっくりしたのが、冬ですよ、はい、寒かったんですよ路上で90分待たされました。学校の門の近くの路上で、はい、はい、並んで待っててくださいね。うわ、すっごい冷たい感じですね。本当に学校っていうところとはそのね、まあ、会社とかお客様っていう考えが全くない対応ですね。はい、でやっぱりね、今から受験してもらえるかもしれない、その生徒と保護者が並んでるわけですよ。見込み客ですよ、言ったら。そうですね。その人たちを路上で90分放置しちゃうのかなっていう、うん、ちょっとびっくりしまして、で、ね、確かに、うん、で他にもいろいろあるだろうと考えて、まあ、自分なりにこうメモをたくさん貯めてですね、あと自分が10年ぐらいずっと自分の学校でその入試説明会担当してやってましたんで、毎回僕マイク持って喋ってた係だったので、やっぱりお客さんの反応見てると分かるわけですよね。こういうものには反応するけどこういうものには反応しないとか、面白そう。でいかに感情的に嫌われないかっていうのもたくさん盛り込んであります。本当に極端な話をすると、直射日光が入ってるだけでお客さんが嫌になっちゃう、あ、教室に背中にガンガン当たってるとかですね確かに、そういうネタも入って、そうです、もし個別のブースで相談するんであれば、うん、絶対先生は直射日光背負わないように、もう眩しくてわけわかんないわけですよ目の前に学校案内を置けば、うん、日の光が入ってこうテカっちゃうとかですね、そうですね、はい、そういう配慮もちゃんとやっていかないとまずいですよと、うん、受験率、入学率を上げる7つのステップという CD 教材、はい、気づいていますか、入試説明会の落とし穴ということで、ディスクが3枚、はい、DVD が3枚 と、 3枚と、CD ロムですね、資料が入ってます。なるほど、使えるわけですね。なんか、はい、中身はこれパワーポイントで作ったんですけど、はい、そのパワーポイントの資料に手書きの欄をつけた、はい、まあ、ノートのような形ですね。なるほどですね。学校風に言うと、うん、ワークっていうんですかね、うんうんうん、はい、そんな感じになってます。ワークもついているということですね、はいはい、こういうものを
これはどこでお求めいただけるんでしょうか。はい、株式会社医療情報研究所という会社から出ておりますが、はい、一応僕のホームページでも、はい、こちらの説明はしておりますので、リンクをたどっていただければと思うんですね。ただまだ個別の販売ページができてないかもしれないので、お電話かけていただいた方が早いかもしれません。あ、はい、わかりました、はい、そういう情報はホームページに載っている。はい、ホームページに載せてます。で、直接僕の方へ、声かけていただいても僕の方から発行元へは連絡取れますので。わかりました。じゃあぜひね、これをビジネスに生かしたいとか、もちろんダイレクトに学校関係者の方、はい、はい、ぜひ見ていただいて、問い合わせをしていただければなと思います、はい、さあ他に何かありますか。宣伝事項で。そうです、まあ、とりあえずはい、こんな感じですかね。ありがとうございます、ね、教育に関するお話はどんどんまだまだ聞いていきたいところなんですけれども、皆さんもたくさんツイートいただいてありがとうございます。全部拾えませんでしたけれども、パッと気になるの、あ、友達の旦那さんが教師をしているので言ってみようと思って。 ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。まだ話が聞きたいですとかね、はい、いただいております。ありがとうございます、うん、先生が個性を磨くと素敵ですよねとか、そうです ね、はい、もっと表に出してくれたらいいなって思いますね、うん。有馬さん、かつて高校受験の時に R 校 N 校のいわゆるメソッドで拒否しました歩いて帰る近隣に進学しましたということですね、はい。和弘さん、宇田川さん、はい、人が物を買う時は1秒の勘、宇田やん、ありがとうございます、はい、そうですね、こうみんな感情の生き物ですからね、はい、うんうん、なるほど。あ、いろいろお伺いしてきたんですけど、私が今日聞いて大変だっただろうなって思ったのは、やっぱりみんなからの反応がなかったとか、はいはい、うん、きっとの学校以外のところでも波乱万丈たくさん終わりになったと思うんですけど、はい、私はそういうね、人からこう、まあ、よく言うドリームキラーと言いますか、こうしたいって言った時に足を引っ張ってしまう人たちが出てきて、はい、そこで諦めてしまうのが、まあ、大勢というか大半の中続けられた秘訣とか、はい、そういうのが聞けたら嬉しいなというふうに思ったんですけど、はい、うん、そうですね、多分一番強かったのは、うん、やっぱり中学生の時かな、うん、父に言われた言葉があって、うん、お前がどこへ行って何をやろうと、うん、それはお前の勝手だけど、うん、でも行く以上はあそこに行けば藤井がいると、そう言われる人間になれって言われたんですね。それは いくつぐらいの時に言われたんですか。多分中学の2年か3年ぐらいだったと思うんですけども、それがすごい印象に残ってて、うん、はい、就職してからも頭から離れなかったんですよね。何かをやり遂げる人になれみたいな感じにも聞こえますけれどもね、はい、うん、まあ、多分親父は、うん、特に深く考えて言ったセリフじゃないと思うんですけど、なんかそういう言葉は結構残るものですよね、はい、子供ながらにというか、そうですね、やっぱりそしてね、大好きな人からの言葉っていうのはね、やっぱり残ってますよね、うん、まあ、ちょっとその頃はあんまり仲良くなかったかもしれないんですけどでもやっぱりね、うんうん、父が、まあ、いろんな苦労してるのは目の前で見て知ってたので、昔うちは自営業やってたもんですから、あ、そうですか、うん、はい、じゃあそういうね、お父様の言葉をこう頭に置きながらやったら、まあそういうようになってずっと続けられたという感じ、うん、そうですね、やっぱりこの学校には俺がいるってこう、うんうん、まあ、仕事で示したいっていうんですかね、うんうんうん、学校の外からも、うん、あそこに行けば藤井先生がいるって言ってもらえるようになりたいなと思ってましたね。なるほど。じゃあ今日のまとめとしてですね、皆さん今日お話を、藤井さんから聞きましたけれども、何かこうまとめだなと思う文章をぜひ打ってみてください。で、こちらも今日のまとめを、はい、メッセージを書いていただければなと思います。そういうね、こうたわいもない会話からのなんか一言がすごいやけに残ってたりとかありますよね。そうですよね。うんうん、こちらにち
とメッセージを書いてもらえたらと思います。はい、はい、私もなんかこう、はい、なんだこれは、あ、最上げ、あ、どうぞ、大丈夫ですよ、はい、書いてもらって。サリーとても、これなんて読むんですか、どれですか、これ今宵のまとめですね、まとめ、あ、はい、あら、洋服とか髪、そして佇まい、髪の色は今がいいね、左側から映るサリーはなんだ、いいね、ありがとうございます。今日はね、あの長野で講演した帰りにですね、いつものオフィスに戻る時間がなく、途中の大宮で降りて、音楽スタジオの一室を借りて今放送しているというような感じになっております。はい、そうそう、なのでね、ちょっときちんとめです、はい、今日のまとめ、これまとめって読むんだ、締め、まとめですね、はい、ちっちゃくなっちゃった、あ、いいです、いいです。そう、私なんて書こうかな、うん、皆さんがまとめを書いてくださってるので、すごいですね、ねえ、嬉しいですよね、うん、私はちょっと待ってよ、考え中、なんかね、教育についてよく考えることがあるんですよね、はい、もともと予備校でこう接していた方が、はい、まあ、女性の方が多かったんですけど、やっぱりお子さんの悩みとかすごく聞く立場にあったので、はい、学校でのこととかね、すごい聞いてて、そういうのが今の仕事を講演するようになって、何か伝えられたらいいなと思って。そうですよね、うん、そっか、あ、じゃあリアルタイムでやり取りができるんですね。そうなんですよ、これでもビジネスにね、もしかしたら活かされるといいかもしれないですね。について触れられてるコメントがありましたよ、はい、この服装についてね、はい、なんだろう、ね、びっしり決まってます、ピチッと決まってますけど、これってどうかな、ブランド品とかの、ポールスミスという、めちゃくちゃ派手ですね、なんかブランドです、はい、かっこいい、ペイズリーですね、うん、ね、おしゃれですね。いつもこんな感じなんですか？スーツは全部ここにしました。3年ぐらい前です。こんなにサイズがぴったり合う服が初めてだったので、はい、ちょうどあったんですね。そうですね。なんか学校の先生たちもなんかいろんなキャラクターが立つと面白いですよね。そうなんです、ね、こんな感じのスーツの先生がいたり、ね、まあ、体育の先生みたいな感じでいつもラフな人がいたり、はい、ね、なんか学校の先生というと、うん、ジャージっていうイメージあるある、イメージみんな持ってるんですけどね、あるある、あんまり現場には多くないんですけど、うんうんうん、ジャージのね、上下、はい、ある先生、私の中学校の時に明日はジャージ上下持ってきてくださいっていうのを、あの先生がアナウンスするときにジョージジャーゲン持ってきてくださいって言った先生がいて、すごい伝説になりました、はい、ありますね、そういうことね、間違い、言い間違い、ね、はいじゃあちょっと私からまとめ、はい、させていただきます、学校を対等コミュニケーションにしていこうというまとめにさせてもらいました。あの今黒猫本出版して、はい、1ヶ月ぐらい経つんですけど、対等コミュニケーションについて結構触れてるんですよね。で、企業もやっぱり学校も同じというふうに考えたら、学校の中も対等コミュニケーションが必要だなというのを今日もお話を聞いて感じました。そのためにはね、説明をしっかりすると、はい、生徒さんにも説明するし、そのサービスを買ってくれる親御さんたちにも説明をどんどんするっていうのが大事なんだなと、はい、単純に同じ土俵に立つのがまず最初だろうっていうことですよね、うん、そうですよね、はい、外で待たせたりしちゃダメです、ね、寒かったです、寒いですすごい寒かったです、霜焼けなっちゃう本当に寒かったですはい、じゃあ藤井さんよろしくお願いします、はい、
こっちですかね、はい、一言で言ってしまうと信念かなと思うんですが、うん、まあ、継続は力なりって僕の勤めてた学校の理事長がいつも言ってたんですけれども、はい、やっぱりその自分の中にちゃんと軸っていうのかな、うん、はい、こう自分はここだけは譲れない、うんうんうん、これだけは守るんだっていうその核のようなものですね、うん、これをやっぱり全員に持ってもらいたい、大人も子供もですね。そうですね、はい、でそういう人がきっとこれから世の中を動かしていくだろうと。でこの信念が抜けてしまうと、うん、やっぱり何をやっても、うん、こうふらつくっていうんですかね、うんうんうん、方向が定まらない、そういうことになりやすいと思うので、はい、そう、信念を持つためにやっぱり自分で考えることって大事ですよね。そうですね、うん、でぜひその時にどうすれば他の人に、うん、まあ、利になるか、利他であるかっていうことだと思うんですね、うん、これから先は自己主張だけやってると、うん、多分誰からも相手にされなくなると思うんで。なるほど、はい、利他を考えた上での発信ができるように、はい、そうですね、そのための信念っていうね、大事なキーワードが出ました、はいはい、世の中に何を自分は与えていくかっていう、うん、そこだと思いますね。そのためにはこう身が入る自分がやってて楽しいこととかがそこにつながったりするとよりいいでしょうね、はい、おじいさんもね、その学校改善をしていくときにやっぱりお父様の言葉があったっておっしゃいました。そうですね、なんか早く忘れたかったんですけどでこれですね、うんうん、人に言う今の心が自分の信念ということなんです。人に言う今の心、じゃあ言わなかったら信念じゃない。そうです、どんどん伝えて自分は世の中にこういうことを提供していきたいって発信していいと思うんですね。そうですね、皆さんの信念はどういったものになるのでしょうかね。私も信念持ってね、はい、人に発信していきたいなと思いますけれども、そう、信念がないと売れまくりますし ね、 そうですね、いろんな情報があるから、はい、あら、こんな時間すごい30分もオーバーしてしまいましたけれども、本当に貴重なお話いただいてありがとうございました。ありがとうございます。皆さんもたくさんツイートいただいたんですけども、自分のレールを歩んでいきたいですとか、はい、ね、ポール・スミスが似合う40代はなかなかいないんですか、ありがとうございます、いいですとか似合ってるのかどうかちょっとよくわからないんですけど、でも似合ってらっしゃいます、素敵です、藤井さんみたいな人がたくさん出てきたらいいなとか、うん、ね、感動、信念、今の心を人に言う、はい、これなんかフェイスブックで流行りそうな、はい、流行らせてくださいぜひ、はい、ね、ありがとうございます。サリー、風邪をひきそうな雰囲気ね、今年インフルエンザはこれからだよ、気をつけてね、周りもさん優しいな、ありがとうございます。そう、今ここねちょっと鼻がムズムズします、はい、狭い2畳の部屋から今日はお送りしております、はい、はい、皆さんありがとうございます。そう、全部紹介できませんでしたけれども、後ほど全部読んでですね、見ていきたいと思っております。ということで1時間半も、はい、ありがとうございました。本当に、私が知らなかったこととか、うん、もっと聞きたいこととかもいっぱいまだまだあるので、またいつか出ていただければと、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん、また来週ということで、鼻をつけて終了したいと思います。また来週もですね、素敵なゲストお招きする予定ですので、皆さんまた見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今日のゲスト、教育業務改善アドバイザーの藤井秀和さんでした。さよなら。さよなら。ビゴラース、また来週。ビゴラース、鼻似合いますね。ありがとうございます。幸せ列車に乗りたいな、行き先は夢自由の国、幸せ列車に